こういうとこ普段来ないもんね。だって目の前野原の山みたいになってる。あそこで段ボールでさ、ね、滑ってきたらさ、滑れない？多分マキの頃だったらあそこが段ボールで滑るの。やんちゃだった。土手の撮影の時に。写真集1日目ですよ。打ち合わせに打ち合わせを重ねた写真集 の, あのようやく初日がやってまいりました。なんか割とメイクはチークは結構派手に出てるかもしれないけど、ベースは基本超ナチュラルよね。そうだね、ナチュラルね。ここら辺とかファンデーション塗ってないですよ、うん、そうなの、ね、うん、実は鼻とかにもここら辺も塗ってないし、こっちのほっぺとかも塗ってないですもんね。テーマも本当今回はナチュラルをメインに、なんかこう今の後藤真希の雰囲気というか状態っていうか久しぶりになんかみんなも楽しんで自分も楽しめてみたいなね、うん、そういう作品が作れたらいいんじゃないかと。皆さんも写真楽しみにしていてください。キランありがとうございます。
おはようございます。おはようございます。すごい。昨日はよく眠れましたでしょうか。昨日の夜記憶がないんです。これ飲んだからとかじゃないですよ。一切飲んでないのに記憶がなくなった。いつ寝たんだろう。ね。でもね、昨日エステしたからちょっと調子がいいのかなみたいな、安眠効果的な。今日も頑張って、今日も頑張んないと。もうちょいこっち寝るんですよ。順調ですか。順調でげす。眠くなってない。さっきでもお昼食べたらちょっと眠っと思った。今日これで何4ポーズ目、
ワンポーズは何かシークレットシークレットポーズがあるからそうシークレットシークレット暑いよね。なんでだろう。9月なのに。暑いのも寒いのも、ね、秋ぐらいがちょうどいい。洋服的にも。魚持ってたらな。
んなのあんたたち全部食べたらもう今日のご飯これでおしまいだね。ああ私の足が私の足がアヒルかわいい。本日もうそろそろでロケ3日間の3日目終了ですよ。あと東京でねちょいちょいと普段な感じで撮って私ん家のペットも出るのかな。まさかアヒルと出会うとは思わなかったけどダメなの私動物見ると飼いたくなっちゃう。あーかわいい。これもあれもって買いたくないの。買いきれないの。一時期豚も買おうとしてたし無理だった。ラストカット気合い入れて、はい、ロケナチュラで。また都内で。どうもどうも。こんにちは、お邪魔します。男が女ってない？まあ、ちょっとシュッ、ここはシュッとしたと思う。うん、だからかな。なんか雰囲気ちょっと違う気がする。ちょっと1キロ落ちたの。やってまいりました。江戸川区みんな知ってますね。江戸川区在住は。今日は美容室行ってちょっと公園に、地元の中学校のすぐ近くの公園に来て、でも昔よくこの辺よく自転車で走ってた。この辺はやっぱ友達とかが住んでるし懐かしいよ。それにしてもなんか晴れてるな。今回写真集全部晴れてるよ。晴れ女有名ですからつって。こういうのファンの子が見たら、ああこっち行ったなって思うんだろうね。面白いこういうの。子供喜ぶよこれ。
ジャングルジムで決めてる人もいる。次はもんじゃです。イエス。お腹空いたね。油引いてね。今日で撮影は終了なんですけど、私的にまず写真集自体をもうえらい撮ってないから、正直今回写真集を撮るっていうのも写真集ってどんな感じだったっけっていうのがまずあって、あ、こんなだったみたいなのをまず1日目で思い出し、そうだそうだみたいな。でまあ1日目はね、あの伊豆の方でちょっと丘になってたりとか、すごい広いところで撮ったり、あとちょっと夕焼けっぽい雰囲気で湖とまあ海のなんていうの、あれテトラポットっていうのかな、あそこら辺で撮ってたりとかして、でもなんかやっぱ本当にあんま緊張とかそういう感じでやっぱなくって、だから変にそんな顔とかも作らずに、なんか明るめ表情が多かったりとか、なんか楽しくできてる感がその写真に残ってるようなことが多かったりとかするんで、なんかやっぱ笑顔がいっぱいあったりとかすると見てても楽しいっていうか、なんかついつい見てる方もなんか笑顔になれるような雰囲気が残せる、うん、そんな風に見てもらえるような写真集に出来上がっていくんじゃないかなと思いつつ、まあでもスタジオロケとかもいろいろあったけど、今回また水着を着たりとか、ちょっと、まあ、セクシーセクカワ的な要素がある。だから普段の写真集ではあんまり撮ってないような感じかな。ホクシーって前に出したやつとかも、まあ、いろんな表情は見えてるんだけど、割となんか大人な雰囲気の写真集に出来上がってたんですよ。で今回は実際にもう大人になってるから、まあ、25歳最後というか、まあ、26歳になる年最後の写真集としては、もう自分自身が大人だから、逆にそういう自然な大人な感じの自然な表情が、私自身もこれから出来上がるのが楽しみなんですけど、皆さんも楽しみに何度も見てください。あ、こここうだったんだとか、多分ファンのみんなだったらここってみたいな場所に行ってるんですよ実際。だから例えば写真集をバッグの中に忍ばせて
ここはもしかしてここですよねみたいな、ほんとなんかそういうパズル的な感じで照らし合わせたりとかもできると思う。意外と、まあ、そういう面白さもファンのみんなだったらあるかなみたいな。ほんと地元なんで、はい、いいですよ街は。ゆったりして、まあ、今回で一区切りというか、まあ13歳から活動してきて、そっから何作かいろいろ出してきた作品があって、まあ、今回その休業前の最後の作品になるので、まあなんだろうね、自分的にはまだそこまで実感っていうものがそんなになかったりはするんですけど、だけどやっぱこういう作品を一つまた新しく残せるっていうのがすごい私にもみんなにとってもすごくいいことだと思っているので、だから出来上がるのがとても楽しみですね。これからセレクトに入っていきますが、きっといい写真がたくさんあるので、いい表情を皆さんに届けたいと思います。はい、また会えますかね、どうですかね。まあそこら辺は、まあ、楽しみにしてもいいし、まあ、期待されすぎちゃっても困るしみたいな、逆に、そこら辺はまあみんな次第、私次第で休業してもきっとこのままでしょうし、もしかしたらエスカレートしてるかもしれないし落ち着くことはないよね。ただ初めちょっと人見知りするかもみたいな、だけど数時間後にはあれみたいな、やっぱ変わってないよねっていう状況になってるかもしれないし、まあちょっとこの地元でしばらくのんびりさせてください的なですね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。おつでした。ありがとうございます。